どうも、高井です。日本の住宅新築一戸建ては世界一短命。これから新築で新しい家を買おう、もしくは建てようって考え方にとってはこの本内で非常に有益です。なるべくだったら長持ちする家に住みたいし、健康的で体に害のない家に住みたいですよね。そんな内容がこの本に書かれています。その内容をこの手帳に書いてまとめましたので、これから読み上げていきます。10分から15分はかかってしまうと思うので、長くご視聴してください。日本の家は26年しか持たない。国別住宅の平均寿命、フランス86年、ドイツ79年、イギリス75年、アメリカ44年、日本26年。日本の新築住宅は住んだ途端に評価が下がり、建てて15年も経つと資産価値がほぼゼロになります。15年経った住宅は家の価値が評価されず、土地だけの価値でしか流通しなくなってしまう。これは噂ですが、大手ハウスメーカーが家を売ったお客さんへの再販の営業を始める時期も築15年が目安。26年経つと家は取り壊され新しく建て替えられます。なぜわずか26年で日本の住宅は取り壊されてしまうのか。一つは簡単に直すことはできないから。日本の住宅のように耐久性の低い材料が使われていると10年くらいで雨どいが割れたり、外壁に水が染み込んで汚くなったり、さらには瓦に苔が生えたりしてきます。内装の壁によく使われているビニールクロス、10年も経つと一部が汚れたり剥がれたりしてきます。これを直そうと思ってメーカーに注文しても同じ品番の商品がないことがあります。一部だけ直したのに同じ柄のビニールクロスを使っているところは全部張り替えなければなりません。最近の住宅は階段も廊下も同じビニールクロスを使っていることが多いので、1階の廊下を張り替えると階段や2階の廊下を張り替えることになり、多額の無駄な出費を余儀なくされます。大量生産、工業化が日本の家をダメにした。木造住宅は本来とても長持ちするものです。木材自体の寿命は長く、100年や200年では強度が落ちないことは分かっています。世界最古の木造建築である法隆寺は創設されてから1300年経った現在も建物の強度が押され、美しい姿を残しています。もともとそれほど粗悪な住宅を作っていなかったです。その伝統が変わったのは戦後のことです。敗戦で日本は焼け野原になり、多くの人が家を失いました。200万棟の住宅不足を解消するために国は1世帯1住宅を目標にした持ち家政策を立て、急ピッチで住宅を建設しました。大量の家を短期間で供給するためには工場による住宅の量産化が必要でした。建築部材を工場で作り、それを現場に運んで組み立てる。こうして日本中にプレハブ住宅があふれるようになったのです。量的需要が満たされた現在、工業化された住宅は必要でしょうか。家を大量生産すれば安くなると思っている人はいるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。建築現場と違うところに工場を建てて生産するわけですから、その工場の土地代や建築費などの初期導入投資資金がかかり、さらに工場から現場まで運送費がかかります。こうした無駄なお金を使っているわけですから、そんなに悪く安くなるわけがないのです。また工業化した瞬間から作らなければならないという宿命が生まれます。大量生産品は稼働率が高ければ安いですけど、安ければ高くなる、これは原則です。住宅建築の工業化で安くなる事例がほとんどありません。家賃と変わらない住宅ローンだから家を買うという発想、住宅を一戸建てする費用は標準的な建坪35坪の住宅の場合1500万から2000万かかります。もし35年ローンを組んでその返済中に屋根が壊れたり外壁の耐久性がなくなったりして大規模な補修工事が必要になったとします。そのメンテナンスに
400万から500万かかることがあります。平均寿命が26年の家に35年ローンを組むと、したい無謀な話ですが、もしローンが終わる前に大規模な補修や建て替えが必要になったら、一生住宅ローンに追われることになります。日本の家は建てた瞬間だけ美しい。汚れ一つないまっさらな新築の家は綺麗です。最近はデザインに凝ったモダンで瀟洒な家が増えてきました。しかしそれは本当に美しい家でしょうか。日本の家は2倍だけ綺麗で化学製品で作られています。傷がつきにくいように表面を固く加工した合板フローリング材、仕上がりの綺麗さはクレームないビニールクロスの内壁、外壁には施工が簡単でひび割れしにくい洋業系タイル調のサイティング、一見モダンに見える化粧石面、スレート瓦の屋根、どれも工場で大量生産されたものです。そしてどれも見た目は綺麗です。メーカー側からすれば扱いやすく売りやすい商品です。工場で大量生産されたものの多くは管理義務が7年から10年程度です。その期間を過ぎると同じものが生産されなくなってしまうことが多いのです。職人の技が消えつつある。工場で大量生産される建材パネルやスレート瓦は職人の特別な技術を必要としません。あらかじめカットしてあるものをマニュアル通りに組み立てるだけです。それほど高い技術が求められるわけではないので、作業員を安く雇用できます。職人の技術に頼らない家づくりが進む裏で、職人の費用の雇用の場が減り、職人の数も減っていきました。家の寿命を縮める最大の原因は結露。空気や温度によって含むことのできる水蒸気の量が異なり、暖かい空気ほど多くの水蒸気を含むことができます。温度が下がると水蒸気をいっぱい含んだ空気が冷やされ飽和水蒸気となります。でそれは減り、すると余った水蒸気が水に変わり結露になります。結露は表面の見えるところに発生する表面結露と、木材や壁の中など透湿性のある材料の内部に発生する内部結露があります。住宅で問題なのは内部結露です。壁の内側や天井裏、床下などに内部結露が発生するのを、家を支えている建造材が湿って腐敗菌を発生し、そこから腐食していきます。土台、柱、壁など構造体が腐食すれば住宅は長持ちしません。またカビも発生しやすくなります。カビは温度80度の環境で発生しやすく、このカビを食べてダニが繁殖します。その環境を作っているのは結露なのです。結露をなくすだけでいいのか。家が壊される理由は他にもあります。それは建物全体が薄汚れてくるからです。薄っぺらなサイティングとスレート瓦でできた家は時間が経つとどんどん汚さを増し安っぽくなっていきます。取り壊される理由はいろいろありますが、その根底にあるのは住宅は耐久消費財に過ぎないという考え方ではないでしょうか。化学物質が引き起こすシックハウス症候群。新築したりリフォームしたりした後に家に入ると目がチカチカする、頭が痛い、喉がゼーゼーする、めまいや吐き気がするといった症状を訴える人が急増したりするようになったのは1990年に入ってからのことでした。当初は原因が分かりませんでした。次第に解明が進み、それが住宅に使われている建材や塗料、接着剤などの化学物質が原因であることが分かってきました。これはシックハウス症候群です。シックハウス症候群を引き起こすのは石油から作られた化学建材や家具、塗料、接着剤などに使われている揮発性の有機化合物です。その代表的なものがホルムアルデヒドです。ホルムアルデヒドはホルマリンが気体の頭です。刺激に対する感受性には個人差がありますが、過敏な人がごくわずかの量でも目の痛みなどを訴えます。この濃度が高くなると肺炎や肺浮腫などを起こしたり、最悪の場合は死亡したりすることもあります。 WHO の外部組織である国際がん研究機関は
フォルマルデヒドを肥料に対して発がん性がある物質に分類しています。国土交通省は2003年シックハウス症候群として建築基準法を一部改正しました。フォルマルデヒドを発散させる建材の使用の規制や換気設備の義務付けなどを加えたのです。その際、日本工業規格は天然木材以外の化学原材をフォルムアルヒドの発散速度によって4等級に区分しました。等級は星で表示され、F スターから建材として制限なしに使えますが、F43 と F42 は制限があり、F41 は使用は禁止されています。F はフォルムアルヒドのイニシャルです。ちなみに F4 スターでもフォルムアルデヒドはゼロではありません。発がん性のある物質を使い続ける日本。1986年国際労働機関の呼びかけで世界の先進国が集まり、石綿の利用における安全に関する条約は批准されました。これはアルベストの危険から労働者を保護するための条約ですが、これに批准しなかったのは日本だけでした。アスベストは天然に自然に存在する繊維状の鉱物で、石綿とも言われます。耐熱性、耐摩擦性に優れているため、さまざまなものに利用されてきました。建築部材では、スレート瓦、外装材、内装材、間仕切り、天井材、床材などの建材のほか、排水管、雨どいなど広く使われています。2004年には全面禁止になり、その翌年ようやく日本も石綿の利用における安全に関する条約に批准しました。ダイオキシン発生の発生源の塩ビがこんなに使われている。日本の住宅ほど塩ビが使われている建物はないでしょう。塩ビは正式名ポリ塩化ビニルといい、 PVC と表示されます。柔らかくて加工しやすく、美しい色を出せるように安価なもので、様々なものに使われています。家の中を見回してください。外に貼られたビニールクロス、クッションフロアなどの床材、塩ビシートを貼り合わせた合板などは、システムキッチンや食器棚、家の外にもあれば雨どい、見えないところでは屋上の防水シートや飲み物を運ぶ水道管、排水管、電気の配線管などにも塩ビが使われています。塩ビは燃やすとダイオキシンを発生させます。ダイオキシンは環境ホルモンの一つで、動物のオスのメス化や精子減少などの生殖毒性はよく知られています。1997年にはIARC によって発がん性物質であると認定されました。ダイオキシンは人工的に作られている物質の中では最も毒性が強いと言われており、その毒性の強さはサリンを上回ります。さすがに10分から15分話すと喉がちょっとガラガラになってカスカスになってくるので、声もかなりカスカスなんですけど、どうでしたか？正直健康にも悪いし長持ちしないので、分かっていただけたと思いますが、住むには値しないんじゃないかなと思っています。もはや大工さんの技術が失われつつあるということを分かっていただけたと思うので、ぜひともこちらの本を読んで考えて、じゃあどんな家に住みたいのって言ったら、詳しくこちらの一冊読むか違うのを読んでください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。